DID の朝1日目。寒いのにちゃんと起きて偉いね。DID の朝2日目。毎日いびきうるせえんだよ。つかアラーム一発で起きろよ、ブス。DID の朝3日目。仕事と私、どっちが大事なの？あ、週に越ったんです。最近、みんなが結構頑張ってて、で、今日をちょっとゆっくりできたし、ちょっとみんな疲れたねってなってるから、今日はピザを取ることにしました。はい、本日の会計2354円でございます。はい、はい、ちょうどいただきました。ありがとうございます。またよろしくお願いいたします。ピザが届きましたので、じゃあ開けていきます。けどなんか軽い。あ。DID あるある。意味のわからない時間に起きる。起きたら、すごい胃もたれしてる。過食のダメージ食うのが別の人。DID あるある。着物着付け師のくせにピアスがいかついっていうこの統一感のなさ。この前告られたんですけど、それって箕浦の中にいる人だから告ったよとか言うだけであって、ネムタンが好きとかじゃなくないですか、なくないですか。童貞がいい、大学生がいい。童貞王に俺はなる。はい、全然彼氏募集してません。年下しか興味ないです。バイバイ。